こんにちは、もちこです。今日は宗像大社の紹介をさせていただきます。宗像大社は日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。御祭神は天照大神の三女神で、御吉宮、田栗姫の神、中津宮、田栗姫の神、江津宮、市木島姫の神にそれぞれ祀られ、この三宮を総称して宗像大社と言います。日本書紀720年には天照大神から宗像三女神へ歴代天皇をお助けすれば歴代天皇が祀るでしょうという言葉が残されています。これは宗像が日本における最初の国際港であったため、海外との外交、貿易、国防的な機能を果たせば天皇が祀るとされ、それは沖ノ島から出土した約8万点の国宝からも国家祭祀の痕跡が裏付けています。国家祭祀とは天皇の使い勅使が現地に赴いて祭りをするというものですが、宗像における国家祭祀は出土した国宝の品々からかなり大規模ではなかったかと推測されています。沖ノ島の出土品は4世紀から9世紀のものが多く、その間国家祭祀がどの程度行われたかは明確ではありませんが、古い記録などからも天皇の勅使が宗像に使わされたことを知ることができます。勅使左遣465年、第21代雄略天皇、日本書紀838年、第54代仁明天皇、食に本興期842年、第54代仁明天皇、食に本興期870年、第56代清和天皇、日本三大実録1017年、第68代御一条天皇、日本紀略、日本神話と宗像三女神、神代の昔、イザナギの命とイザナミの命の夫婦神は高間の原に住む神々から国生みを命ぜられ、淡路島、四国、沖ノ島、九州、壱岐の島、対馬、佐渡島、最後に本州を誕生させ、その後夫婦神から天照大神、月読みの命、スサノオの命が生まれます。気の荒かったスサノオの命は父のイザナギの命の怒りに触れ、遠く根の国へ追われることとなり、姉の天照大神には彼を告げに高間ヶ原へ赴きますが、その時に三河が鳴り響き大揺れしたため、天照大神は武装して弟を待ち受けます。スサノオの命は天照大神にいくら話しても疑いが解けないため、自分が拝みを生めば潔白だとして誓約、受け入を申し出ます。まず天照大神がスサノオの命の剣を噛み砕き息を吹きかけると、三柱の女神が生まれます。これが宗像三女神の田栗姫の神、田栗姫の神、市木島姫の神の誕生となります。次にスサノオの命が天照大神の勾玉を噛み砕き息を吹きかけると、五柱の女神、雨の潮耳の命、雨の穂姫の命、天津彦根の命、幾津彦根の命、熊の楠姫の命が生まれました。これでスサノオの命は晴れて身の潔白を証明することとなります。皇室の参拝はこのようになっています。宗像の神を祀る神社。宗像の神は古くから各地に分霊が祀られ、日本三大実録901年にはすでに6社が記載されています。 1. 宗像神社、京都市松尾大社摂社。 2. 宗像天神、諫早市。 3. 宗像神社、京都御所園内。 4. 五木島宗像小仙神。
廿日市市厳島神社5、丹後大津島神、舞鶴市お人島神社6、宗像神、長門市延喜式927年、庭1、宗像神社、奈良県桜井市2、市谷神社、京都市市谷宗像神社松尾大社摂社3、松尾大社、京都市4、厳島神社、廿日市市5、田島神社、唐津市6、田島神社、稲沢市尾張大国霊神社でつく7、興津島神社、近江八幡市8、宗像神社、小山市9、隠れ津島神社、福島県10、宗像神社、米子市11、宗像神社、赤江湾市12、宗像神社、岡山市などが記載されており、国内神名帳863年、には宗像の社名は全国に90社あります。その他、現在では青森県の宇土神社、神奈川県の江ノ島神社などがあり、全国には約6200社の神社に祀られています。それでは見ていきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございます。より良い動画作成の励みとなりますので、登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。